山本真希です。セラピスト歴17年、8000人以上の手当てをしてきて、今ではプロスポーツ選手、舞台女優、モデルの体と心のサポートもしております。数多くある美容リラクゼーションサロンの中でも、私は気持ちよかっただけでは終わらせない、結果が出せることに特化した神戸初の技術を構築して、あなたの不調を確実に楽にします。さて、脱毛と聞くと若い子がするものと思いがちな方がまだまだ多いなと感じていますが、うちのお客様は若い子ももちろんなんですが、40代50代の男女のお客様もとても増えてきています。そこで今日は40代からの脱毛を私がおすすめする理由と、そのメリットデメリットについてお話ししていきたいと思います。40代50代の男女の人気部位ベスト3も発表していきますね。ここからはあくまで私の個人的な一意見として聞いてください。40代50代の女性では3人に1人が脱毛の経験者と言われています。若いうちに脇だけはしたことあるよという方も多いので、脱毛自体はある程度浸透しています。40代50代で、今更脱毛って思った方、そんなことはありません。自分のため、将来のために、時間ができた、少し余裕ができた、これからのことを考え始めたなど、そんな今だからこそ脱毛を始めようという方が増えています。 2,3 年ほど前から40代50代の方の脱毛が話題になってきました。介護脱毛という言葉が出始めてから、脱毛が気になっている方が増えてきているからです。介護脱毛って何かというと、介護されるかもしれない将来を想定して、あらかじめアンダーヘアを VIO 脱毛しておく、介護に向けた準備のことなんです。私が40代からの脱毛をおすすめする理由の一つは、まさに将来的に自分自身が介護されるかもしれないという時のために、衛生面を保つためにやっておいた方がいいということです。介護する人も排泄介助はしやすくなりますし、自分自身の肌トラブルの予防にもなりますので、快適に過ごせますよね。実際に介護をお仕事をされている方や、両親の介護をなさっている方のお話を聞くと、アンダーヘアに便が残ってしまい、なかなか拭き取りにくい、綺麗に拭き取れないし、何度もゴシゴシはしにくい、皮膚がかぶれてしまったり、毛から匂いがして不潔になりやすい、皮膚の湿疹なども見づらくて、軟膏などのクリームが塗りにくいなど、排泄介助は思うよりしづらいそうです。介護する人の負担を少しでも減らしたいという思いやりの気持ちから、希望する人が増えてきていると言われています。2つ目は、40代ぐらいからアンダーヘアに白髪が出始めるということです。脱毛は毛の黒い色素に反応してアタックさせていくので、白髪が増えてしまうと脱毛しにくくなるんですね。私は子宮の疾患があって、治療の副作用で30代の後半ぐらいからアンダーヘアにも実は白髪が出始めているので、もっと早く知りたかったんです。もっと早く脱毛しておきたかったって思います。なので皆さんにもお伝えしておきたいんです。ぜひ白髪が生えてくる前におすすめです。じゃあもう私も白髪があるから無理なのっていう方、毛根部分が黒いとまだ大丈夫ですので諦めないでください。残念ながら私はしっかりと白髪だけが残っていますが、清潔を保てる程度なのでやってよかったなと思っています。うちのサロンでの40代50代の男女脱毛の人気部位ベスト3を発表していきます。女性はダントツ1位が VIO です。続いてお顔と腕から指先です。脇や足は昔やったけれども、 VIO や顔はずっとやりたかったんですという方が多いです。男性のダントツ1位は顔、ヒゲ脱毛です。続いてすね毛や VIO の周りです。男性の脱毛が増えてきていることに、まだ少しだけ私も驚いていますが、経営者や営業職など人に会う機会の多い方なんかは、気軽に脱毛や男磨きをされているようですね。40代50代で脱毛をするメリットをお話ししていきます。一つはお肌が綺麗になっていくことです。長年自己処理を続けていくと、乾燥肌に傾いたり、色素沈着を起こしたり、剃りすぎて毛穴に炎症が起こったりしてきます。脱毛すると、脱毛機器自体とアフタージェルに美肌効果があるものも増えてきていますし、脱毛時には抜けやすいようにホームケアもお伝えしていますので、お肌が綺麗になっていきます。2つ目は VIO の場合ですが、蒸れや匂いが軽減されるということです。ホルモンバランスなどでも匂いが変わってきたりしますので、脱毛することで蒸れが確実に減っていって、衛生的に保てるので匂いも軽減していきます。
3つ目は時間の余裕ができるということです。自己処理をする手間暇が省けるのでとても楽になります。また40代50代で脱毛をするデメリットをお話ししますと、これは年代に関わらずですが、一度脱毛してしまうと元には戻せないということです。VIO の V の部分やヒゲをやっぱり少し残したかったなと思っても元には戻せません。他には VIO の場合ですが、温泉などでは若干恥ずかしさが残るということです。これは人それぞれなのでデメリットと感じない方もいらっしゃいますが、強いて言えばということでお伝えしておきます。今日は私が40代からの脱毛をおすすめする理由をお伝えしていきましたが、 VIO 脱毛について、介護脱毛についてはまた別の動画でお伝えしていきます。脱毛のことで質問や疑問がありましたら、ぜひコメント欄でお伝えください。いかがでしたか？自分のため、将来のために一度脱毛について考えてみてください。今日の動画が良かったよという方、高評価ボタンをお願いいたします。大変励みになっております。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、バイバイ。